どうも、おはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。ということで、ついにエソラちゃんを喋らせることとなりました。直接喋らせるにあたって、せっかくなので音声も更新しましたがどうでしょうか。音声データの波形から口パクさせる方法。ラボファイルという音のタイミング情報ファイルから口パクさせる方法。そして、それらを合成させる方法です。今私が喋っているのは、その合成させる方法となっています。それでは行きましょう。まずキャラモデルと、あいうえお、のシェイクキーが設定されているデータを用意します。音声データの波形から口パクさせるだけという場合は、もしくは、1パターンの口を開いたシェイクキーがあれば OK です。それと、WAV や MP3 などの音声データを用意しておきましょう。まずはアニメーションタブに移動します。下に、ドープシートがあると思うので、そのウィンドウの右上にカーソルを合わせます。グラスマークのところでドラッグして、ウィンドウを追加します。追加したウィンドウを、ここからビデオシーケンサーに変更します。ここの追加、音声から、用意した音声データを選択して挿入します。タイムラインの位置に挿入されますので、位置を変えたい場合は、ドラッグ&ドロップで1フレーム目に合わせます。これで再生すると、音声が流れるようになります。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。これは、口パクさせるための作業ではなく、口パクと音声を重ねて確認するための準備作業となります。次に、トークシートの方、ここからグラフエディターに変更します。まだ何もないと思うので、キャラを選択し、あ、のシェイクキーの値にキーフレームを打ちます。すると、グラフエディターの方に対応するシェイクキーが追加されたと思います。そのシェイクキーが選択されている状態であることを確認し、チャンネル、音声のサンプル化から、先ほどと同様の音声データを追加します。これで再生すると、音声に合わせた口パクをするようになったと思います。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。波形を拡大して見てみましょう。ちなみに、マウスホイールで隠しく、マウスホイール押し込みで移動。コントロール足すマウスホイール押し込みで、X 軸 Y 軸を個別に隠しくできます。いい感じに縮尺できたら、N キーでメニューを表示し、モディファイアタブを選択。エンベロープを追加し、制御点を追加をクリックします。ここの最小値と最大値を調整すると、波形がそれに対応して拡縮します。シェイクキーに割り当てている波形なので、0から1になるように調整します。こんな感じで少しはみ出した状態で調整。リミットを追加し、Y 最小0、Y 最大1と設定しても良いでしょう。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。どうも、おはこんばんちは。次に、ラボファイルから口パクしていきます。ラボファイルは、ボイスボックスなどで音声を作成した際に、一緒に出力しておきます。例えば、ボイスボックスの場合は、設定、オプションから、ラボファイルを書き出しをオンにしておけば、出力されます。各自使用している合成音声ソフトでの、ラボファイル出力方法を調べましょう。なので、この方法は、録音した肉声を使用するなど、ラボファイルが用意できない場合はできないので、ご了承ください。次に、ラボファイルをインポートするためのアドオンをダウンロードします。URL は概要欄に貼っていますが、インポートラボというアドオンです。リリースにあるインポートラボ、ZIP をダウンロードするとのことなので、移動してダウンロードします。制作者様に感謝です。ちなみに、更新は2022年で止まっており、動作環境が Blender 3.3 と記載されていますが、Blender 4.4 でもインストールでき、問題なく使えます。ただ、いくつか試しましたが、うまくインストールできないバージョンもあったので注意です。開発中というアドオンの属性になっているので、それが何かエラーになってるのかな?インストールできたら、キャラを選択。データタブの中に、インポートラボシェイクキーという項目が追加されます。後継元リストを追加をクリックし、母音リストに対応するシェイクキーを選択します。子音も設定できるようですが、今回は設定を省きます。タイムラインを挿入したい位置に合わせます。挿入からラボファイルを選択して挿入します。すると、ノンリニアアニメーションにストリップされた状態でアクションが挿入されます。
これで再生すると母音に対応した口パクをするようになったと思います。どうもおはこんばんちは、どうもおはこんばんちは、どうもおはこんばんちは。次に音声に合わせた口パクとラボファイルの口パクを合成します。合成する理由としては、音声に合わせた口パクは母音に対応していません。ゲームやアニメなどでもこんな感じで口パクしていますが、やはり違和感はあります。一方でラボファイルはあくまで音のタイミング情報ファイルです。音の強弱まで情報はないので、口パクは常に全開で動作します。なので双方の弱点を補うように構成していきましょう。グラフエディターを表示します。キャラを選択すると、最初に作成したあのグラフがあると思います。モディファイアでリミットの Y 最小を 0.3 にしておきます。この設定はどんなに小さい声でも最低でも 0.3 シェイプキーは動くということになります。開いた口が塞がらないと思われたかもしれませんが、後の設定でちゃんと口は閉じるのでご安心を。このあたりは完全に好みの話になってきます。エンベロープとリミットを駆使してお好みの口パク強弱を調整しましょう。他のシェイクキーにもキーフレームを打ち、グラフエディターに追加します。あ、以外のチャンネルを選択します。チャンネル、音声のサンプル化から先ほどと同様の音声データを追加します。波形が追加されたので、全てのチャンネルにあと同じモディファイアを追加します。追加できたら全ての音声が含まれるように再生フレーム範囲を調整します。全てのチャンネルを選択し、チャンネル、サンプルのキーカーでキーフレームに変換します。ここからノンリニアニメーションに変更します。アクションの名前をボリュームにし、ここのボタンからストリップ化します。ボリュームがラボスキー値の上にあることを確認し、ボリュームを選択。 N キーでメニューを表示し、ブレンド方法を錠剤に変更します。これで母音に対応し、音の強弱に合わせた口の開き具合になりました。ボリュームのここのチェックのオンオフで違いも分かりやすいと思います。どうもおはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。ということで、ついにエソラちゃんを喋らせることとなりました。直接喋らせるにあたって、せっかくなので音声も更新しましたね。お疲れ様でした。うまく喋れていますか？リップシンクの方法を調べると、 AI で音声を解析して口パクさせるといったアドオンもいくつかありましたが、それらは有料だったり、口パクの精度がいまいちだったり、シェイプキーではなくポーザーセットを利用したボーンによるものだったり、とりあえずなかなか気に入るものがなかったので方法を模索してみました。このあたりがなかなか決めれず、シェイプキーの構成に着手できていませんでしたが、ようやく進めれそうです。今回の動画はいかがだったでしょうか？少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると、今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたら、さらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では、次回の動画でまた会いましょう。